これで本日予定しておりましたすべてのプログラムが終了いたしました。それでは最後に総務研究官の岡谷より閉会のご挨拶をさせていただきます。はい、ありがとうございます、えー。長時間皆さん本当にご清聴ありがとうございました。あのまた途中でですねウェブエックスが切れたりして本当にあの大き苦しいところがあったと思いますが本当に申し訳ございませんでした。えー、我々ナイステップはですね三つのものを追ってます。 1>, 1つは、えー、博士人材を追跡しているように人を追うということで、人を追いかけて、そこからエビデンスを出してきて、人材政策につなげていこうと。これが1つの流れです。2つ目の流れは、今日の大半の部分であったんですが、研究開発活動に関する情報ですね、これを追いかける。えー、論文、プレプリントの動向、またはさまざまな調査あ、あるいは統計データ、こういうものを解析。 えー、追いかけながら、えー、研究開発の動向一体どうなっているのか、えー、どう変わっていくのかということのエビデンスを出していこうこれ2番目です。で3番目今日はちょっと発表なかったんですが未来を追いかけようというあ未来がどうなっていくのか科学技術の未来はどうなのか社会はどうなっていくのかという未来予測と言われる分野ですがそういうところの未来を追うというこの3つの流れからなっております。 でえー、今日あの小野課長の方から説明もありましたが、NiceTeps 自身があの、D、DX 化していく必要がありまして、新しい、えー、分析事務の開発をするためにですね、新しい室を作りました。えー、そして、えー、機械学習をですね、えー、導入いたしまして、えー、例えばあそのあの、アンケートでもらった記述式のデータ、これを 例えば感情分析するだとか、あるいは行動変容における因果関係を、因果推論をです、ね、機械学習で出してきて、一体どういうことが、例えば人、博士人材の行動変容につながっているのかというところをも,りもっと科学的にです、ね、エビデンスを出していくというようなこともできればいいなと思っております。それでですね、玉井さん、ちょっとアップしていただけますか。 え先ほど小野課長の方からもありましたが、こういう新しい取り組みも始める中で、私たちとしては、えー、修士の学生、あるいは博士課程の学生の方々を、えー、私たちの研究所に、えー、積極的に取り込んで,です、ね、ま、えー、参りたいという思いまして、リサーチアシスタントという制度をです、ねえー、あのつい先日作りました。それでで、えー、広くですね、えー 数理系の人たち、あるいは自然科学系の人たち、あるいはこのように科学技術が政策をやっている人たち、経済学の人たち、いろんな方々からですね、えー、ぜひ来、えー、ていただいて、一緒にですねこの新しいエビデンス、えー、EBPM のもととなるようなデータサーチというのをですね、えー、一緒にできればいいなというふうに思っている次第でございます。ぜひ、あの周りの方でですね、 ご関心がありそうな方があればお声がけいただきまして私たちの方にご連絡いただければ幸いかと思っておる次第でございます。えー、本日は長時間本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。